私は怪人になりたい。覚えてらっしゃいます？うん、本当に今でもこうなんかじわっとくるのがありますね。で僕はね都営アパートに住んでたんですけども、その向こう側の山の上にねフランキー酒井さんのお宅があったんですよ。でフランキー酒井さんはそれまでスティースイッカというバンドなんか組んでたんですよね。本当の役者さんを感じました。でテレビっていうドラマを通じてね、小さい資格の中でこんな感動をね伝えるのかな、中学生として改めてこう今の画面を見ながらこう噛み締めておりますけど、TBS がドラマのTBS って言われるようになったまさにその先人がこの私は帰んないたいじゃないかなと思いますね。とかうまい、きれいに締める。いやいや、そう別にきれいに締めてるわけじゃないんだけどさ、もうあれは記憶なかったからね。まだ小さいですね。でも8時間喋ってきたから、もう会になりたいって感じですね。そうだね、我々は会になりたい、はいはい、でもこれからもこのチャンネルよろしく。私は帰りたいな。ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーベンはボンに生まれ後ウィーンに住んだ。彼は56年の生涯に79回住まいを変えた。大物を育てるには部屋の天井を高くするとよい。三沢ホーム。ゆっくり話そう、夜に。ファミリータイムならさらにお得。市外電話が安くなります。0088日本テレコム。 If you miss the train I'm on you will この番組は花王三沢ホームロッテ富士重工とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。福井さん早く早く。 TBS俺大真の勇者を目指して頑張るぜ。新番組ドラゴンクエスト大の大